こんにちは、今回はスリザリオっていうゲームを、久しぶりにプレイしていこうかなと思います。で、まあ、やり方に関してはちょっと若干忘れてるっていうのあるんですが、これ右上の数字っていうのがランキングで、まあ、今28,50 っていうのが1位の人で、でこう落ちてる部品みたいなのも集めていくと、どんどん大きくなっていくと。で左下の Your Rings っていうやつをこう伸ばしていく、まあ、今だと55なんで、ただちょっと実機をしながらなんでちょっとあ全然腕が衰えてなくて笑った。でこういうことになるとやっぱ腕は全然落ちてないな。ただちょっと動画を撮りながらなんで、ちょっと重い、ちょっとカクつくて、ああよいしょオンリーオンリーやっぱ全ての視野をこう見る力が必要になってくるから、それ相手をこうアウトのこう顔、まあ、やり方わからない人のために言うと、この顔をこう当てられてしまうと、やられてしまうというゲームなんですが、まあちょっと詳しいところはまあ自分で見てもらう感じになるんですけど、おや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 、でみんな顔をこうやって守りながらやっていく、だからこう遠近をこうやっていくことによって相手のこうダメ、攻撃を受けないこともできるし、まあ、いろんな、まあ、パターンがあるんですが、相手をくくりつける、くくり技、うおおもう長いな、ちょ広告やめろよ広告、広告一番おもんないんで、広告もう1秒たりとも見たくないわ。相手になんか金が入るっていうのかな、嫌なんだよな。まあ、ちょっとカクついてるかな、若干カクついてる感があるんですが、まあまあいいでしょう。で今回の1位が 49,969 なんで、なかなか強いな。とりあえず地図が、左下、うおだこエロあエロ動画、エロ動画やめてくれちょっとゆっくりやっていうか、とりあえず地図 の, あの真ん中あたりに行くと結構大きくなれるんで、そこを目指してやっていくっていうのがあるんですが、ちょっとさっきのやつはずるいな、いきなりスピードアップしていくのはちょっとずるいわ。とりあえず真ん中に向かうっていうのがこのゲームの基本なんで、で、まあ、でかいやつがやられた、ああいいなこれ、こいつやられてくれて大きいんですが、まあやられないかな、まあ、ちょっとここは諦めて、とりあえず真ん中を目指していくっていうのがまず戦法として一つあって、例えばこれ赤いやつが、まあ、顔やられて、やられるか、よしこれ、あ、いけなかったか、ちょっと腕がなまってるかなでもこの辺が真ん中なんで、もはやもう戦場カメラマン渡辺を超えたから、まあ、この辺からやな、初心者やな初心者やなまあ、とりあえず顔をなしっかり守っとけば絶対やられることはないんで、このゲームどんだけちっちゃくても、どんなに小さい体でも、で相手が大きかったとしても勝てる、そういうゲームなんで、まあ、ただ単にバカ、これ吸い取れた大きいな、これ吸い取れた大きいと思う、これ1位ちゃうか、 SSJ ダーク、過去は書かれてないか、ホンレイホンレイホンレイ、よよよこだかしいなこの辺やばいな、ちょっと言い過ぎやわ、でかいのがゴロゴロ言うけど178でこのでかいさやからな、そんな動くな動くな、ゆっくりしておいてくれるのはありがたいんですが、ただちょっと真ん中にいるのに、まあ、これといってなんかこう素晴らしいこう動きっていうのが見せられてないな久しぶりにやってるところもあって動きが非常に弱いな、これちょっと腕がやっぱなまってるな、あれそう、こうやって倒されたやつの吸い取るのが一番うまいんで、こんな感じでしかし吸い取っていって、よしよしいいぞ、これ全部吸い取っていって、でこの緑のやつも多分やられるかな、そろそろ、よしうわ
だから広告やめろって広告、ラストエンペラーはってなんだよ、ちょっとなんか下手くそやなくっそ下手くそで笑った。ちょっとまあ今回はスリダイをちょっとさやったっていう動画にするか、まあ別にまあ前だとな10万とか言ってたんですけど、ポイントがまあ今1位が5万やけど10万とか普通に言ってたんで、ちょっと腕がだいぶなまってるっていうのと、あーやばい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 、近づくな、止まった、もうわーロボット、なんか戦争系のさ広告って多いよな、絶対やらんけど。しかも今回蘇ったスポットがちょっと真ん中から遠いから、できれば今回の動画はまあ5000は目指したいっていうのがあるんですが、ちょっとそれも厳しそうやな。でこれスピードアップを使うとどんどん、減っていくんで、まあ、このゲーム面白いんで皆さんやってみるといいと思うんですが、これさっきと同じエリアやな、1位の RATM ってやつさっきもいたんで、とりあえず真ん中目指して、欲張りすぎたらダメなんだよ、なんか性格が出るっていうか、欲張りすぎると一気にやられてしまうから、こう目の前をこう見失ってしまうとダメなんだよなこのゲーム。ゆっくりこうここら辺でもちょこ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 集めていくっていうのが多分一番賢い技であるのような気がするんですが、こういうでかいのいるとやっぱな、あおよし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 、いいよいいよいいよ、これあー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 おんにゃーおんにゃーおんにゃー、何やこのゲーム、なんだ今のゲーム、何が楽しいん、あ言っちゃった。1が PK プレイシオウス0612、0612とか何か意味があるのかな。とりあえず真ん中目指してるんですけど、全然いいとこ見せられてないんで、これはちょっと厳しいな、全くいいとこ見せない、むしろ点すら行ってないんじゃない、あいつこういう動きができないんですよ、こういう、この一筋縄では私は倒れんぞ、まあ、ずっとスピードアップ使うってもありなんだけどな、とりあえず紫、もうこれでかいやつは結構は賢いからなかなか打ち取るのが難しいけど、もうとりあえずまあこういう、やっぱ無理か、とりあえず真ん中行って適当にやられたやつを吸い取っていくっていうか、よしオッケーオッケー、倒しなきゃ横取りするやつもいるからな、うわーお長じいな、なんか突撃してきてやられていったんだけど、くっそ笑ったシャンバリシャンシャンやわ。468でこのデカさやからな、いやいいわ、でスリザリは結構なんか新しいスキンとか出てるな、あいつも結構でかい、この辺やな、この辺がやっぱ真ん中なんで、真ん中ほんと戦場化としてるから、ここら辺をどう立ち向かっていくかが重要なんですが、この辺厳しいな、この辺ちょっとでかすぎるんで、みんながオンゲイオフワー、餃子食べたくなってきた、餃子ちょっと待って、全然あかんやんこれ、全然ダメだわ、むしろ下手くそすぎてワロダシャンバリンやなこれ。おいおい、ああいけないいけない、しつけえな、でも広告やめてくれ、これ本当に心の底が思ってるから、広告本当にやめてほしいわ、一回一回なんか負けたくないんだよな、それがなんか負けたくないっていうこう一つのこう理由っていうか、広告表示させたくないから負けたくないってなるよな、同じリーダーっていうか好きなやつおるわ、ほらーほらーよし、今のはまあ上級者向けっていうか結構スピードアップ取って、相手をなんかこう意識しないところから一気にいくっていう、で1000もしくは5000は行きたいよな、ぶっちゃけ5000は行かないとさすがにないんで、この辺も結構激戦区か、これ倒せたよな、よしすげえ球いってるな、このゲーム面白そうやな、ワーロボッツ
あ、でも真ん中からスポット当てられたわ。で、相手が忍者っていうやつだから、日本人かな、忍者。あー、これ名前日本語にはできないんで、日本人の可能性があるな。あー、全然いいとこ見せられてない。これ動画にする価値あんのかな。よし、いいぞ。あれ、なんでもみんな取らないんだ。ゆっくり行こうよ、ゆっくりゆっくり。よし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 、オッケーオッケー。これはちょっとうまいな。あー、でもこんだけ吸いたってまだ300なんで、とりあえずなんて言うのかな、この動画上げる価値あんのかな。下手くそすぎるしさ。まあまあ、でもって、うーん、まあ久しぶりにやったって感じやから、まあいいんですが。ああ、はあ、やばい、これこの辺やばい、この辺。ほんれいほんれいほんれい、これも取れてたやな。よし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 、まあ1000も行きたいな。1000さえ行ってないと思うんで、今のところ。あの赤いやつやられそうか。こいつもちょっとなんか無能そうやな。ああ、よし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 、オッケー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 。まあこんな感じかな。よしよし。で、ちょっとミスはしたくないんで、もうここから。あー、とりあえずなんか変な動きをしたくないんだよな。あー、この青いやつをちょっと倒しに行くか。あー、いやー、この辺多いな、ちょっと多いな。あー、敵が多すぎるっていうか。おじゃ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 。あー、そこちょっとでかいです。やられたって感じ。あ、おー、友情やなー。よし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 、2000からの、あーし、2500、ちょっと3000は行くわ、絶対。よし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 、オッケーオッケーオッケー。いやー、おー、どんどんやられていて。よし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 、オッケー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 。よし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 、オッケーオッケーオッケー。よし、あーしよしよしよし、いいぞ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 。3000いった。1万5000は次目指すわ。次のハードル5000。あー、ちょ、でかいのもゴロゴロいるし、まあ変な動きしながら全然やられることないんで、このゲーム。やられてるとこを顔隠しながらやっていくだけやから、そんなにこうなんか慌ただしい動きをしなくても絶対やられることはないから。こういう小だがしだ、あっあっあっ、うーちょ、あー、まあ、これもまあしっかりとっても、でかくなるとやっぱ視野が広くなるから、まあどんどん有利になっていくんだよな。ただあまりでかくなりすぎても結構目につくようになるから。あー、やばい。あー、今のやばかった。あー、もうこいつ死んだな。あー、かわいそうやな、かわいそうやわ。もうこっからちょっと本当にすごい強い動きしていくから、まあ、ある程度でかくなってくるとな、結構強くなってくるっていうか。いや、まあ真ん中は激戦区やな、本当に強いやつ。あっ、やばいんですわ、お腹にいですわ。そんなスピードアップをキョロキョロ掴んでくれ。あ、まあ、こうやって円を描いてる限りは絶対やられることはないんで、まあ、顔を隠していく、これが一番強い動きやから。ただちょっと囲われてきたな、ちょっと一回逃げるわ、一回逃げる。ほんれいほんれいほんれい、まあちょっと怖いな、ちょっと怖いな。よしよしよ、あ、あ、やばいやばい、あ、ほんげいほんげい。あー、これ1位になっていいかな、久しぶりに。おー、よし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 、いや、いつは気づいていない。よしよしよし、オッケー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 。あー、なんかストーカーしてくるやつもんな。優勝やな、ちょやな。あー、でかいやつ。おーおー、いい。あー、うますぎる、こんな感じ。はい、5000いきました。はい、もうこっからもうガンガン追い上げていくんで。あー、よしよし、あいつもちょっとやっていって。よしよし、あ、闇の帝王10位に入りました。はい、右上に、ランキング乗りました。はい、もう1位までもうあとちょっとやな。低レベルの争いやな、そのちっちゃい。ちっちゃいもの同士で戦ってもしゃあないやろ。あー、低レベルやわ、低レベル。あー、誰、あ、10位か、抜けたか。あ、おっ、あ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 
まあ、しかも1位が忍者ってことはまたこれさっきと同じエリアってことか。いやーなかなか難しいもんがあるな。まあとりあえずまあ今回は触りの部分っていうか、まあまあとりあえずなんかあースリルやってるとこをまあついでに録画してる感じなんで、まあ、別にまあ勝とうが負けようがどっちでもいいかなっていうのはあるんですが、ハハ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 ハ広告うざいマジで。あほな頻繁に広告来るんじゃないよ。てか、まあ、YouTube のさあ私の動画見てる人は広告さらに多いんじゃない。要は私がつけてる広告プラス今の広告を、まあ、5秒間見てることになるから。想像するだけで笑った。あこいつでけえな。2位やな多分こいつ。2位やわ。名前なかったんで2位か。こいつやられてくれるとな一気にあ8位とか7位とかなれるか。ちょっとこいつをマークするってなるな。ただちょっとでかすぎるからな。なかなかこいつちょっと仕留めるか。はい終わり。うーちょいなーオンゲーオレーオレー。まあこれでかいやつもまあ生存時間をまあ5分とか、まあ、そんな感じだと思うんで、そんなこう10分も15分も生き残ってるってことはなかなかないから、まあ、こうやってマークしてると、うん、やられるってことは結構あるよな。まあでもこいつマークするか、うん、3位なんで、まあ、でかいやつをマークすることによって一気に、勝てるっていうのあるから。うわしつけえって。うん、しつこい。なんだじゃあこれ最後にしようか。これ負けたらもうやめるわ。まあまあ、やめるってもちょっと本気最後やって、終わりにしようかなと思うんで、やっぱ難しいな、このゲーム。本当に難しいわ。よしあー、いけなかったか。もうちょっと長さがあったらスピードアップ使えたかな、もうちょっと。とりあえずまあ、このゲーム結構、ハマってしまうと結構ハマる。結構綺麗な色してるな、こいつ。レインボーの色の、ヘビっていうのはなかなか見ないわ。取っていく。最後の最後に神プレイ見せたの。やばいやばい、これやばいわ。うぜえ。画面が止まった。じゃあ悔しいな。じゃあもう一回だけチャンスくれ。今のなんか納得できないな。てか今の顔当たった？顔当たってないよな。不具合やな。不具合。まあいろんな、よしよし、相手のやつを横取りしていく。まあこれちょっともう一回っていうか、なんていうのかな。またやりたくなったらスリーダイルをやろうと思うんですが、まあその時はちょっともうちょっとなんかマシな動画を。うわあかんわ、ちょっと勝てない。しつこいって、しつこい。でもせっかくやしな、釣りザリアとかこう頻繁にやらないゲームだから、じゃもうちょっとだけやっていいかな。もうちょっとだけ、そんなにこう頻繁にやらないゲームだから。あー、狙ってきてるな。狙ってきてないか。狙ってきてないな。おんにゃーおんにゃー。あ、結構でかいこいつ。でかいな、これ。でかいけどちょっとでっか。でかすぎ、ワロタ。やっぱな、焦ると負けるんだよな、このゲーム。ちょ、真ん中にちょっと行っていくか。やっぱな、焦ると一気に負けてしまうのがこのゲームやから。危ない危ない。これ、中くらいないけども、どうでもいいかな、ぶっちゃけ。ほんと、でかいやつを倒していくと、オーストラ、やばい、なにこの色、なにこの色、やば。すげえな、このオーストラリアのスキン。昔こんなん、なんか結構でかいな、こいつ。でかい、でかい、でかい、でかい。でっか。引き寄せられていくわ。赤いやつもでかいな、赤黒のやつも。うわ、ここやばいわ、ここ。ここのエリア、やばい。やばい。何あの顔、やば。何が起こってるんだ。
ああ、こいつはちょっと戦ってる感じか。ちょっとこいつはどっちかやられろ。ああ、なんかよく肉食 VS 肉食でなんか共倒れするとかあるじゃないですか。なっか。なっか。やべ、ここら辺ちょっとつけるか。ああ、やばい。でけえの多いな、ここ。おなかしいな。あれあれおなかしいな。よし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 、最後にちょっとプロ技見せてしまったな。あっちもちょっとやられてるやついるな。よしよし、3000か、これで3000か。ちょっとなんか物足りない気もするが、なんかでかいやつが一気に死んでいったな。でもあいつらもう2万とかクラスで、まあ、2万ぐらいだったら1になりそうな気もするけどな。けど2万でそんなにハードル高くないんだよこのゲーム。よしよしよし、こいつもまあ、結構3000でもでかい部類に入るからな。悠長やな、悠長やな、悠長やな、おらやっぱでかくなると視野が広くなるな、やっぱり。まあ、そうか。でも取らないのかな。取らないんだれば私が取るぞ。いや今ちょっと危なかったな、こいつ。初心者か、初心者やな、こいつ。やばい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 やばすぎやばすぎ、こんな感じだ。うわちょっとなんかもう楽しくなってきちゃったわ。楽しくなってきてしまって笑った。完全に自己満足の動画で笑ったわ。なんかちょっとハマってしまったわ。いや大丈夫これ。ハマってしまったわ。ちょっとなもうやめるつもりだったんですけど、なんか面白いっていうかな、面白いわ。面白いな。結構こういうゲーム好きなんだよな。戦略性があるっていうか、まあ、カードゲームもそうやけど。ああよしよし、いいぞ。しっかり取っていきながら、ここもちょっとちょっと慣れてきたわ。最初ちょっとすごい下手くそで見るに耐えない試合っていうかバトル多かったと思うけど、ちょっと慣れてきたかな。やっぱ慣れって重要なんだよな、どんなゲーム。おお、危ない危ない、どんなゲームにおいても。取れないかな。いいぞいいぞ、よし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 、取っていく。いやだいぶ慣れてきたわ。なんか手先がさ慣れてきたんですわ。おれい、よしよし、いいぞ、でかいの吸い取っていく。自分が勝った獲物を相手に取られるのが一番多分本能的に結構うざいと思うんだよな。だいぶ5000は行きたいけどな。あれこいつ、この青いやつも結構でかいな。1位が2万4000なんで、まあ、こいつ取れるかな。ちょやなー、オッケー。わこの広告多いな。しつこいわ。餃子の宣伝やめてくれ、餃子の宣伝。ちょやなー、オッラーオッラー。いやまたこれ忍者のとこか。相手6万もあるやん。6万もあって草生えたんだけど。オッケー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 。1位になりたいな。まあ、もうちょっと練習してっていうのはあるけどな、こういうのは。でも確実に最終よりは上手くなってると思うんで。あいつ結構積極的やな。まあ私はこの赤いのを取って、まあ、ちょっとずつちょっとずつ大きくしていくのか、まあ、分かれるような、一気にこうでかくなりたいのか、ちょっとずつちょっとずつこういう小さいの集めて大きくなっていくのか、そこもちょっと分かれそうやな。まあ安全だけどな、この辺のなんかゆったりしたところをこうのんびり集めていく。ちょやなちょやな、あれあれあれ、風がひだ。とりあえず真ん中行くか。ちょっとこれしゃあないよな。
あ、こいつか、これさっきのやつやな、多分まだやられてない感じか。おーだーだ、勇者のオッケーオッケーオッケー。とりあえず1000まで行きそうなって、オッケー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 。よしよしよし、いいぞ。ちょっと慣れてきた。ちょっとな、集中するとちょっと実況するまっていうのができないな。やっぱ喋らなくなってしまうから、しっかりここも取っていきながら、オッケーオッケー。あいつもやられそうやな。900でも十分でかいんで、じゃあちょっと本気でやるから、あまりこう変な動きしたくないんだよな。ここら辺取って、あーちょっと重くなってきた。あーあいつやられたぞ、あいつが。えあーあーいつもやられたか、ちょっとな。あーよしよし、いいぞ、結構でかいのがやられている。じゃあ最後にすら、うん、このガチの最後、うん、ガチの最後でいいかな、もう、うん、まあちょっと触りの感覚だけやりたかったんで、うん、あいつもでかいな、ちょっといいところがな、何今の、いやうますぎる、うますぎる、ちょ重い重い、なんかちょ重くなってきた、あ画面が重くなってきた。ちょっとさすがに30分の録画は答えるか、あちょっと重い、この試合で最後にし、うーもざかしいな、あざかしいな、あああ